J1 昇格候補同士の一戦、この第3節です。まずは徳島の攻めご覧いただきましょう。ここでちょっとシモビッチのパスミスがありました。2列目からの関わりですね、岩尾ね、はい。まあ、決めたかったですけど、この角度から見るとやっぱり笠原いいタイミング出ましたね。あ、そうですか、はい、そうですか。でも今日は、ね、初先発だったんですが、見事なプレーぶりでしたね、笠原はね。まあ、失い方と、はい、まあ、杉本からのラストパスの質、岩尾の飛び出し、はい、まあ、笠原褒めるべきでしょう、ここはね、はい。でもやっぱりこのアンカーのラインから出てくると捕まえにくいんですね。捕まえづらいですね、まあ、そのタイミングを逃さずね、はい、まあ、岩尾もさすがでした。ワンターメンのゴールラインクリアでしたね。さあ、これが30分です、コーナーキックです。岩尾です。これも仕方ですね、最後杉本がちょっと触りました。少しアウトスイングだったんでね、うん、まあ、シモビッチも反応したんですけど、まあ、最後よく触りましたよね、はい。後半に入ります。これ得点シーンです。52分です。これシータ、いやー、何度見てもすごい。ちょっと時間止まりましたね。ですね、スーパーゴールです。素晴らしいです。はい、これ全てがパーフェクトじゃないか。パーフェクトですね。まあ、岩尾のキックのボールのスピードだったりね、はい、まあ、質と、まあ、あとはこれ少しアウトにかかって笠原からすると逃げていくんですよ。なるほど、アウトですよね、これ、はい。まあ、これ意図的に少しアウトにかけてると思うんですけど、まあ、コースといいスピードといいパーフェクトですね。ですね、まあ、素晴らしいゴールでした。見事なゴールでした、内田です。で、今度54分です。大宮はシモビッチを起点にします、うん、で、大前、まあ、最初に斜めのボールが入った時に大前がダイレクトで叩いてからもう一回ワンツー潜っていったんですけど、はい、この2人がいい距離感で縦パスに関わると今みたいなチャンスは増えると思いましたね。もっと作りたかったですよね、うん、そういうチャンスをね。で、これ55分の徳島になります。まあ、セカンドボールの攻防からですけども、はい、まあ、取って小屋からの前川ですね。前川惜しかったですけどね。本当に今日はあの、うん、徳島の中盤の選手が躍動してました。まあ、これボールが浮いている時にセカンドボールの反応が大宮の選手より杉本の方が早いんですよ。おお、なるほど、はい。今度は70分です。徳島です。まあ、これも取ったボールの最初のパスですね、はい。これ島屋、これすごくシンプルな攻撃ですよ、はい。で、小屋、うん、まあ、1本のパスで、うん、そしてクロスから、まあ、これチャンスになるわけですからね、はい。最後のこのクロスの質も良かったですし、まあ、小屋の背中の取り方も山越だと思いますけど、最初駆け引きして目線に入れてますけど、ボールウォッチャーになった瞬間背中取るんでね、うまかったです。笠原も振られましたけどね、よく対応しました。これ最後のシーンです。笠原まで上がってます。ここ最後、いやークロスだ。